皆さん分かりました？小物は、特に眼鏡と帽子は、あ、これいいと思ったら買い。はい。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日はお久しぶりの西さんに来ていただきました。イエーイ。こんにちは。ご無沙汰いたしました。もう本当に本当おに待ちしておね、りましたよ。待っていただけるなんてもう幸本せで当、ございま皆す。さありんがで、とうございます。待ちわびてた。本当もうに。ありがとねえ、うあごりがざとう。いこまちらす。こそです。もう本当にいろいろございました。ねえ、大変。ちょっと、どうしてたんですか？ 自転車で転んじゃったの。大変。そうよ。でもさ、そんなドジなわけじゃないのよ。まあ運動神経普通だから。だけどね、くぼ地があったの。あそしら。たらそこにタイヤがはまっちゃって転んじゃったんだけど、救急車で運ばれたの。でもさ、横たわってる間に、そうね、救急車も乗ったことがないし、生涯に一度ぐらいは乗ってもいいかなって思ったりして、救急車も待ってみました。そしたら歌舞伎町の病院 例のあそこの病院ですね。に行ったらめちゃめちゃ面白かったのよ。だっ2ヶて、月も入院いたしましたヶの。月も入院してたのそうか。なんですよ。長かったですそうね。でね、廊下のはるか彼方からピューって車椅子で走ってくる、あれは伊藤さんだって。ほら、西さん伊藤さんだからね。もう私なんてもう大好きなわけよ、もうスピードを出すの。だからさ、ピューって走って兄さん、こうしてスピード強だった。意外に車もスピード大好きだから、そんなこんなでさ、もうすごい廊下中あれしてて、結構車椅子で。そう有名な人で。すげえ、スピード強、車椅子のスピード強。そう、さすが西さんですもうね。楽しいよ。それでまた転んだら大変なことになるじゃないですそうか。よね。ねえ。そう、もうね、全てがシステム化されてて、すごい面白かったけど、やっぱね、土地柄ね、歌舞伎町っていう土地が、これはこれでなんか人間の原点で、私はすごい新鮮で、もう最高でした。面白かった。人間観察しちゃった。っていうか、私もそうやって素直に生きようと思った。あー、なるほどね。ほら、なんてさ、ファッション業界にいるとみんな格好つけてたりいろいろするじゃないですはか。い、わかるようなね感じがえ、します。でも、もう真夜中にずっとね、おしゃべりしてるおばあちゃまとか、夜中中俺はお腹が減ってんついてんだみたいなさ、ずっと言ってるおじいちゃまとか、いろんな方がいるの。みんなもう、まあ、ご高齢だから可愛らしいわけよ。ね、わかすごいいいよね、ある。れ。それでさ、なんか看護師さんがさ、なんかいろいろ処置してくださるんですけど、いてていてっつってたらバカ野郎みたいなさ、すごい、あら、こんなに素直に叫んでよろしいのって思って、私も結構素直に痛い痛いっつったら、あなたも結構騒ぎましたよっておっしゃって、看護師さんが。だからね、なんかね、原点に帰った感じで、すごい楽しい2ヶ月でございました。まあね、本当よかった。早速なんですけど、西さん、恒例の西さんのファッションチェそうックよをね、お願いしたもういと思いすっまかす。り忘れてますけど、はい。今日は春なので、ちょっと桜のピンク、もううちのオフィスの明治通りはずっと桜並木になりましたね、おかげさまでね。なので今日はピンクかなと思って、私のお気に入りピンクを着てきました。かわいい。で、いつもだとここに普通のタートルネックの T シャツ系を着るんですけど、今年は知ってます？皆さんね、付け襟とか大きなお襟が流行ってる流行ってる。そうね。よ。みゆみちゃんが出したりしはい。てね、流行ってるの。だけど、こんな大きなお襟はこれにはつけられないから、ちょっとレースの、ハイネックっていうかスタンドカラーを着てみました。それで暑かったので、今日お袖をこんな風にしてまくると、ちょっとドルマンスリーブ風になって、まあ、これはこれでいいかな。もう一つポイント。 だってさ、長いでしょ、ビッグでしょ、それなのにこんな太いのよ、今パ風ンですよツね、は。でも。ね、ここにスレンダーなパンツを履くと、これはおばさんになっちゃう。あ、そうなんです気をか。つけなくちゃいけなるほど。ない。もうビッグアンドビッグなんですよ、今のファやッっぱションっり。て。そう。だから、
あのジーンズももうスキニーではなくて、うん、今ボーイフレンドとか、うん、普通にメンズサイズのストレートのものとか、うん、あのテーパードとかああいうのが流行ってるっていう、うん、だから私は今日ビッグアンドビッグ、まあそんなこんなでちょっとこのだらしのない格好の時はさ、うん、だからきちんと背筋を伸ばして、うん、きちんとあの姿勢を正さないと本当にだらしがなくなっちゃうおばさんが。なるほど、ね、これ気をつけなきゃいけないと、うん、ありがとうございました。さすが西さん、今日も素敵でございます。ゆっくりでいいですので、どうぞこちらにお戻りください。さあ、ちょっと間が空いちゃったんですけど、前回私たち課題を出されました。皆さん、いや一緒にやってくださってかた方、思い出してください。何でしたか課題。毎日テンションの上がる服を一つ着ましょうね、一つ取り入れましょうねっていうこと。なるほど、うん、自分の好きなものを、そうですね、そうです、そうです、を選んでそれを主役にして、うん、っていうファッションを心がけるという課題を出されました。はい、はい、そうでございます。はい、はい、ということで、まずはじゃあ今度は私たちの3人のファッションチェックを、行ってみようか、チェックしてもらいましょう。まずはじゃあ何、誰から行く。じゃあもう優等生のベティさんからですね。ベティちゃんから行きましょう。あの今日のじゃあポイントはベティさん、ベティちゃんの今日はスヌーピーの T シャツを着てみました。スヌーピー好きなんですよね。はい、はい、それがメイン。はい、で今日でもこだわりがあるでしょ。緑に合わせてちょっとカラーのコンタクトを入れてみました。すごい緑のコンタクト入れたの、雰囲気に似てる、合うよね、うん、ちょっとさ、ちょっと日本人離れしてるじゃん。だからさ、ベティちゃん今日美人だよね。今日もここ2年ぐらいグリーンって意外に流行ってるんですけど、流行ってますよね。これやっぱ春のグリーンですごい可愛いですよね、うん、ちょっと黄みがかったグリーンで、うんうん、可愛いラブランド。でね、あのベティちゃんの場合はすごくあのご自分で分かってらっしゃるかどうか分かんないんだけど、あのまあちょっと服グラバーですね、はい、そうそう、そういうのバストがね、うん、あるわけよ、うんうん、でそういう方が今流行りのビッグを着ちゃうともう太って見えちゃうのよね。分かる、そうなんですよ。そうですよね。だからベティちゃんここはすごい綺麗にすっきりしてて、このラグランの、うんうん、ね、こういう T シャツで、うんうんうん、ちょっとなんか流行を取り入れてる風、うんうんうん、ね、うん、引き出しを開けて、うんうん、あ、これお気に入りっていう視点で選ぶとこれだって、これしかないな。なるほど、そうそうそう、それね、すごい大事なのよ。でもその第6巻を、うん、こっちへ売っちゃっといて、うん、いや、これもいいかな、あれもいいかなっていろいろ着ると1時間ぐらいかかって、うん、結局ここに来るんですよ、うん、分かるよね。やっぱり一番最終的にはこのふって開けたこの瞬間のそれに行きますよね、うん、そうなんですよ。結局一番最初にふっとそのひらめいたそれが一番良かったりしますよね。将棋の加藤さんでしたっけ、ひふみさんだからなんかも言ってらっしゃる。あ、そうなんだ。そう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 、やっぱりこの一手と思った時に自分がひらめいた手がやっぱ一番最善の手だっつってた。はあ、うん、なるほど ね、それはそう思いますよ。でそうやって自分でこれで下がちょっと変でもいいじゃん、私も今日ピンク着ちゃってさ、どうするかな下は、まあ、ちょっと変でもいいかと思って、でもこれを着てるだけで楽しいよね。そうなんですよ。なるほど、うん、素晴らしい。なるほど、素晴らしい。ありがとうございます。シャドウも綺麗に入ってね、素敵、さすがでございます。さすがでございます。さあベティちゃんの後はじゃあ次はタカ子さん行ってもらいましょうか。じゃあ改めてよろしくお願いします。はい、タカ子さんの、はい、今日は華やかですよ。はい、原色、最近原色よく着てるんですよ。そう、ピンクとも最近原色しか着てない。そういうマイブームがあるから、うん、すごくいいと思う。でもさ、本当にタカ子さんあのお綺麗になったよね、肌も。あら、ありがとうございます。ねえ、ありがとうございます、うん、お化粧も上手になったから。はい、そういうことなんですね。そうなんです、上手になったり。ネックレスはやっぱりしてるのね。これついてます。イヤリングついてます。ヒョウ柄でございます。最初のお題、アクセサリーをつけない。そのネックレスちょっとおとりになってみて。来た。今日ね、でもね、うん、
最近アクセサリーを忘れちゃってて、今日珍しい、ね、ベディちゃんにこれしてみるって貸していただいた、うん、全然おかしくないよしても、うん、でもねしなくてももう大変だ ねしなくてもいいかも、うん、ほらもうこれだけで十分モードなのよこの人、うん、確かに確かにこの袖が可愛いですよね今風、うん、そうそれでこのフープのイヤリングをもっと大きいのにしたら あ、そうかこれは、うん、そうそうそうピアスじゃないかあそうかなんでフープが大きい方がいいかっていうとこのバランスね、うん、このビッグなお袖に、うん、この丈の長いスカート、うんうん、今年はスカートがもうくるぶし隠れるぐらい長いんです、うん、なるほどそうもう今まさに今だからまさにもう彼女は本当に最先端を言ってるおっ素晴らしいそうなんもう、ね、ありがとうございますこのボリュームに対してイヤリングが小さいなるほどね、うん、あ確かにそうかもしれないでここはいらないいらないなるほどじゃあここガッツリなさってわかりました、うん、探します、うん、そしたらもう素晴らしいですよ、うん、もう言うことないよかった素晴らしい、ね、この色の組み合わせもすごい綺麗かわいいですよね本当ですかわいいって思ったの2歳の課題をずっと言い訳にしてですね、うん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 ときめく服っていうのをちょっと散財しておりました、はいはい、かなりね知ってるでもさやっぱり洋服を買って研究するのはもうね芸の肥やしだと思って、うんはい、でご自分の人生には絶対役に立つから、はい、よかったです、うん、この課題が長くあってすいませんもう長らくあれしました素晴らしいもう素敵さあ劣等生のバケコ行ってみようか今日はこれかわいいこれめっちゃかわいいよ、うんはい、これがメインですね、はい、そしたらほら何もいらないのもうそれ一つで、うん、ねこれが、うん、あのポイントですアクセサリーはあの絶対自分で習慣だからつけようって思っちゃいけない、うん、今日はこのアクセサリーをつけるから私が引き立つと思っておいお前よく頼むぞってそのぐらいアクセサリーにねきちんとおっしゃった方がよろしくて頼んだよすごい可愛いですよかったねでオーバーオールも着たかっただからね、うんうん、結構メインが2つあるんだけど実は2つあるんですねそうすごい可愛いですよでもオーバーオールもこの色ね夏の色だから、うん、すごくいいと思います、うん、それでほら T シャツもペそうねお袖が今時よパフスリーブ、ね、そうこれがやっぱりあの流行、うん、やっぱりね時の風を感じて生きていかないと大変、うんうんすごい可愛いですね、うん、あやった髪の毛も色もねいつもすごい可愛いピンクですねおかげさまで、はい、はい、素敵色はまだまだねちょっといろいろ勉強しなきゃいけないけど、うん、このゆるさよこのゆるさね今年はスキニーじゃないの、ね、スキニーじゃないですねはい、はいはい、ありがとうございます今日はじゃあちょっとね気になってることがあるんですよ西さん、はい今日のメガネめっちゃ可愛いで今日来た時そうなのこのメガネこのサングラスをかけてきてたのもうただの変な人よこれいやでもめっちゃ可愛い変な人じゃない全然可愛いすっごい可愛いレイバンレイバンですピンクのサングラスなんてなかなか、うん、あのかける機会がないので、うん、あのいつも黒いワンピースとかの時にピンクをかけるんですけれど今日はもう全部ドピンクにしてやって、うん、あのおばさん変じゃねって思われてもいいかなと思って、うん、なんかピンクにしてみましたなるほどえ、うん、変だなって思われると思うあのさエッジを効かすとどうしても、うん、それはあの普通の人から見たら、うん、変じゃないって思うのよなるほどエッジってそういうものだからなるほどね、うん、個性ね、うんうん、だけどその境目そうだけどなんかおしゃれっていうのとそう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 ただ変っていうのと、うんうんうん、分かれ道って何だと思います？うん、まあキャリアだったりあとはバランスだったり、うん、色の分量だったりするんだけど、うん、あなるほどね、まあ、これは本当にご自分で自分の感性で、うん、あの学んでいくのが一番いいと思いますね、うん、なんかねこういう人がいたんですよ、うん、たとあのすごくあの身長も割と高くって、うんガタイもいいんですよねで女性なんですけどですごくショートヘアが似合っててあのスタイルも良くてでスポーティーな格好がすごく似合う女性がいてキャップをねかぶりたいんだけど、うん、自分は似合いすぎちゃって生きって見えてやるから、ねね、すごい躊躇するんだっていう人がいて、うん、え
でもすごい似合うじゃないですかって、うん、かぶったらいいじゃないですかって私はその時に言ったんですけど、うん、その遠慮って何だろうなとちょっと思ったんですけど、あの多分スポーツ、うん、スポーツが大好き、スポーツの方ってジャージを着るとスポーティーになっちゃうわけ、うん、そうです ねで私みたいにそれほどスポーツをやらない人がジャージを着るとファッションにはなるわけ、ああなるほど、これがスポーツをやってる方のあまりにも似合いすぎてしまうという、うん、こうすごく悩みなの、なるほどね、キャップなんてかぶり慣れてるわけですよ、なるほどなるほど、はい、うんうんうん、だからキャップをかぶるときには必ずワンピースとかロングスカートとか、あそこで崩すんだ、そうスポーティーじゃないもので中和させるっていうこと、あそうするとすごくキャップがファッションになってきます、そっかそっか、うん、いつものスポーツのスタイルではなくて、うん、ファッションにするのはそこのバランスを変えるってこと、もうパンツルックにキャップをかぶったらもうその方はそのまま走れる感じになっちゃう、なるほどなるほどなるほど、エッジを効かせるその小物使いって、うん、なんか西さんすごい気をつけてることって何かあります？小物はね、うん、まあ、私なるべくおしゃれは引き算と思ってずっと皆さんにね、うん、アクセサリーをおつけにならないでとかいろんなことを申し上げてきたんだけど、うんうん、小物は、うん、足すとすごく本当にいろんな意味でパワーをアップしてくれるから、うん、自分ではで小物って流行がないわけあまり、はあ、あそうなんですか、そうなんだ、とこのフープだって大丈夫よ、あ確かに、あと30年ぐらいつけられると思う、つけられると思う、これはなんか、うん、もうこれはこれで一個のこういうものって感じですもんね、だからそういう意味で帽子もキャップでもクロッシュでも何でもそうですけれど、うん、それほど流行がないのである、程度いいものを買いになっておいた方がいいと、あ小物はちょっと、うん、いいものを買っとく、うん、メガネは、うん、ちょっといいものがいい、そうそう、だからメガネもこれも、うん、レイバンのピンクだからもうこの形、うん、ずっとレイバンってこの形なんですよ、なるほど、ね、うん、だからこの形で各色出てるけれど、うん、これで自分はピンクが一番可愛いと思ってピンクを買ったけど、うん、本当に5年に1遍ぐらいしか出ないかもしれないけど、うん、それでもやっぱりときめく、なるほど、自分の中ではね、ね、メガネでも帽子でも、うん、何でも小物って、うん、自分がふっとつけた時に鏡を見て、うん、うわ似合うって思ったら買った方がいい、うん、そう、もうやっぱり自分の感覚ですよね、そうワインと一緒で次に同じラベルには合わないのよ、あ名言出たよ、合わなくない、ワインってもうこんな美味しいワイン最高と思って写真撮ってても合ったことがないの、はあ、そうなの、そうなの、ヌーボー以外は、皆さん分かりました、小物は特にメガネと帽子はあこれいいと思ったら買い、うん、買い、なんか私アクセサリーは基本的にほとんどつけないんですよ、ね、おっしゃってましたよね、そうほとんどつけないんだけど自分の中でこういうアクセサリーだったらつけられるっていうのが自分の中にもう決まってて、うん、要はちょっと光るもの、うん、光るゴールドだったりプラチナみたいな色とかが、うん、光るアクセサリーはちょっと苦手なんですよ、でもそれはいいんですかねそれでいいと思うけど、うん、おいくつ55です、今年6、もしかしたらこれが出る時には56になってるかもしれない、ね、まだそこまでいってないか、うん、出ないと思うけど55です、ね、まあ、60過ぎに、うん、メイクをやってらっしゃるからきっとお分かりになると思うけれど、うんうん、メイクをした時の自分の顔に似合うアクセサリーと、うん、すっぴんの時の、うん、顔に似合うアクセサリーと全然違ってくるんですよ、うん、あまあそうよね、 それはわかるわ、うん、やっぱりメイクをした自分の、うん、理想的な綺麗な顔の時には、うん、このぐらい抑えめがメイクがふっと出るの、あなるほどね、うん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 、だからすごくわかってらっしゃると思う、もう少しそうね、うん、大人になりすぎちゃったりすると大人になりすぎちゃったりするとね、ここら辺がちょっと光った方がいいかなって思うかもしれない、まあ、うん、それはちょっとそういうふうに自然に移行できる、だからまあ柔軟にいつでも対応できる自分でいるようにアンテナだけは張っといて、なんかね、うん、私メイクももうあれなんですけど、うん、メイクをこうねお伝えしていて、やっぱりメイクもどん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 年齢とともにやっぱり引き算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 で
来ないと、うん、ちょっとしんどくなってくる。そうなの？そうですよ。メイクってさ、あの年齢とともに足していくのかと思ってた。そう、足せば足すほどアラが見えてきやすくなっちゃうので、どんどんこう省いて、うん、だから多分ね、最終的にはいい具合にすっぴんに近づいていくんじゃないかなって私は思っている。わかんないけどね、もう80、すっごいそれは想像つく、想像つきますでしょ、うんうん、なんかやっぱ厚化粧になって厚化粧のまんまになっちゃうんですよ、ね、年取ってくると。そうするとさ、そこだけ浮いちゃうみたいな、時代の流れになんか差を指してる人みたいになっちゃうよね。そうなんですよ。だからちょっとずつちょっとずつ減らしていく傾向かなって思った時に、だから今度はこういう小物をこういう風に、ちょっと前に出す感じになるみたいなね、ような気がする、ね、うん、だからその頃はゴールドのね、光るのつけてるかもしれないし、ね、赤い帽子か白い帽子をかぶってるかもしれないしね。確かに、うん、じゃあ西さん、さあちょっとまた課題を出してもらおうと思うんですよ。さあ今日はちょっとなんかね、小物のことで話をお伺いしましたけど、うん、今日の課題はどうですか。じゃあさ、うん、さ来次回ね、うん、あの来月、うん、私があの入院しなければ来月よ。またもう気をつけてくださいよ、西さん。骨折らなければ来月。もうね、やめてよ、西さん、頼みますよ。には、うん、あの小物で遊ぼうか。うん、ね、うん。だから。10個ぐらいつけてきてもいいよ、高子ちゃん。やっちゃえみたいな感じで。とにかく小物をつける。そう。ね、ちょっとプラスしてみませんか。うん、プラスして、それでバランスを取る練習。はい、なるほど。これ結構ね、うん、難しいと思う。私なんかはちょっとハードル高い。ほとんどアクセサリー使わないし、ね、ただ帽子はかぶるので。帽子いいと思います。うん。うんうん、でお帽子もね、かぶり方とかあの、うん、流行があるから、うん、そこら辺もね。うん、これを機にまたちょっと帽子をか見に行こうということで、皆さん、はい、課題はとにかく小物をつけて遊んでみようという、来月までね、はい、やってバランスを取る練習でございますね、小物で遊んで。そうです、はいはい、また来月西さんに、お越しいただいて、はい、またチェックしていただきましょう。はい、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、バイバイ、はい、チャンネル